松川浦周辺の空中写真。1975年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。松川浦は福島県相馬市郊外にある石湖である。サスにより太平洋と隔てられた南北 5km、東西 3km の南北に細長い入江だが、 海水の出入り口は北側にある1908年1月から1910年にかけて掘削されたわずか幅約80メートルの水路部分のみであり、太平洋との間の陸地が100メートル程度の幅しかないため、実感としては海のすぐそばにあるもう一つの海である。水路改作以前は佐賀川に河口があったが、潮流の変化や暴風などにより、 河口が塞がれたり位置がたびたび変わった。入江の入り口内側は、松川浦漁港の一つ、原釜漁港、浦内西南部に、磯辺漁港がある。大小の島や岩が点在する、風光明媚な風景は、日本三景の松島になぞらえて、小松島とも評され、日本百景の一つに数えられ、松川浦県立自然公園にも指定されている。 春から夏にかけては、潮干狩りが、漁港近くの海岸や、占い最大の島、中洲などで行われる。海苔の養殖が盛んで入り得ないには、数多くの竹竿が垂直に林立している。日本の白社青少百選の選定も受けている。松川浦周辺には、観光ご園、観光ホテル、旅館、民宿、海産物市場、販売所等多くの施設が立地する。 ありがとうございます。